ハレルヤ、アメン。こんばんは。こんばんは、ハレルヤ。アメン。アメン。こんばんは、ハレルヤ。ハレルヤ、こんばんは。こんばんは、ハレルヤ。ちょっと、ツイキャスですね。こんばんは。こんばんは、ハレルヤ。アメン。アメン。はい、エイジさん、室井さん、こんばんは、ハレルヤ。アメン。アメン。今日も汚れた心の選択に来ました。そうです。心の、心を選択しましょう。心を選択するのです。私たちの心を清めましょう。イエス様が清めてくれます。イエス様が私たちの心を清めてくださいます。アメン。ハレルヤ、セブンさん、イヌさん。はい、皆さんが来てくださること本当に嬉しいです。レイチェルさん、こんばんは。皆さんが集まること、一人でも多くの人が集まると、そこに、イエス様が来てくださいます。私たちは神の子供です。私たちは神の子供です。イエス・キリストを信じると、神の子になれるのです。神の子の誕生です。神の子の誕生です。皆さんが、イエス様を信じる、信じて、聖霊を受けたとき、それが皆さんの神の子としての誕生日です。王子の誕生日です。神の子の誕生日です。皆さんこそ本当の王子。皆さんこそ本当の王子、神の子の誕生日です。皆さんこそ神の子の王子としての誕生日です。私たちは、以前は悪魔の子でしたけど、以前は悪魔の子でしたけれども、今は神の子として歩んでます。神の子として歩んでます。皆さん、神の子としての、まあ、なんて言ったらいいでしょうか。プライドと言ったら良くないかもしれません。神の子としての誇りと言ったらどうなのか分かりません。神の子として歩みましょう。神の子として歩みましょう。こんばんは。今夜も幸せをもらいに来ました、ルデアさん。アメン。そうです。イエス様から、幸せが来ます。幸せとは何ですか？それは霊的な祝福です。霊的な祝福。それが皆さん、本当の幸せなんですよ。こんばんは、前田さん。今日も伝道放送、見に来ました。健太郎さん、アメン。皆さん、本当の幸せ。本当の幸せ。それはですね、この世的な幸せじゃないんです。皆さん。この世的な幸せじゃないんです。本当の幸せはですね、皆さん、イエス様から来る霊的な祝福。イエス様から来る霊的な祝福。それが皆さん本当の幸せなんです。本当の幸せ。世の中の人たちは勘違いしてるんですね。世の中の人たちは何かこの世的な幸せが幸せ。だと思わされている。本当の幸せは霊的な幸せなんです。牧師殿の放送は毎日見た方がいいですよね、健太郎さん。アメン。毎日見た方がいいです。ね。毎日見た方がいいです。皆さん、多くの人は、肉的なことを求め、この世の幸せを求めています。しかし皆さんは本当の幸せを求めているんです。皆さんは本当の幸せを求めています。本当の幸せを求めています。この放送を皆さんが熱心に見るということは、
この放送を熱心に見るということは霊的なものを求めているんです。この放送で皆さん肉的なことを何もね、肉的なものを提供していませんね。皆さんの何か肉的なものを提供していません。イエス様の愛こそが真の幸せです。そうです。ここで提供しているのはイエス様の教えとイエス様の油注ぎです。御言葉を提供しています。僕も毎日見てQちゃんノート51冊になりました。わお、皆さん51冊もうノート取ってるんですよ。すごい、素晴らしいです。そのように熱心に求める人を神様は喜ばれます。熱心に求めてる人は与えられます。求めをさらば与えられるというのは、皆さん求めをさらば与えられるというのは何でも求めていいのですけれども、特にそのような霊的なものを求める者は神様は喜ばれます。霊的なものを求める者を熱心に求める者、神様はご存知です。ですから、皆さんの熱心さ、皆さんの熱心さ、神様は知っているんですよ。皆さんの熱心さ、本当に神様に植え替えている。神様の植え替えを皆さん、神様はご存知です。以前は肉的なものばかり求めていた。ふとふと、虚しさに気づいた。ふとふと、皆さんに、虚しさに気づいた。そうなんです。肉的なものは虚しいのです。無敵。肉的なものは虚しいのです。それは本物ではないのです。それは偽物なんです。それは、その、張り子の虎なんです。私も、Qちゃんの言葉と皆様の証を書き留めています。ルデアさん、アメン。アメン。皆さんは、尊いものを求めています。尊いものを求めています。イエス様の、尊いものを求めています。御言葉を求めています。御言葉を求めています。牧師殿、この放送を見ていると心が落ち着きます。健太郎さん、不思議です。それが油注ぎから来る、平安です。それが油注ぎから来る平安です。求めてください。求めてください。油注ぎから来る平安です。油注ぎから来る平安です。求めてください。求めてください。私たちは霊的な祝福の中で満たされます。肉の満たしは本物ではありません。霊的な平安、霊的な、喜び、霊的な愛と言ったらいいでしょうか。皆さんが求めているものは大正解です。大正解です。そして、事実、皆さんはその霊的な祝福を受けています。そして受ければ受けるほどもっと欲しくなります。むさぼりもですね、むさぼればむさぼるほどむさぼりますが、霊的な植え替えも、霊的に求めれば求めるほど、霊的に求めれば求めるほどもっともっと植え替えていきます。私もここに来ると、本来いるべきところにいる気持ちです。本来いるべきところにいる気持ちです。私たちの居場所は神の国です。皆さん、本当はすべての人ですよ。すべての人の居場所はイエス様のそばです。いいですか？これは本当なんです。すべての人はイエス様の御前が本当の居場所なんです。なぜならば、イエス様のそばが一番満たされていこうからですね。
この世というのは居場所がないんです。皆さんが今まで苦しかったのは、皆さんが今まで辛かったのは、居場所ではないこの世で生きてきたからです。この世に私たちの居場所はないのです。この世はサタンの国なんです。この世は神の愛がない国なんです。愛がないところなんです、ね、多くの人が傷ついているじゃないですか。多くの人が家庭で、学校で、仕事場で、施設で傷ついているじゃないですか。それはこの世に私たちの居場所がないからです。この世は人間を人間と思わず、悪意、敵意の中で人を傷つける場所なんです。それは悪魔の支配の場所なんです。悪魔の支配の場所、そこは私たちの居場所ではありません。私たちの居場所はイエス様の御前であり、兄弟姉妹の中です。兄弟姉妹の中にいて、私たちは本当の居場所を見つけたのです。見つけたのです。皆さんは本当の居場所を見つけたのです。本当の居場所です。本当の居場所です。ですからイエス様から離れないでください。イエス様のそばにいてください。イエス様のそばにいてください。イエス様は皆さんをこう手放しません。皆さん離れないか、イエス様は皆さんを引き止めるでしょう。誰もイエス様から奪い取るものはないと書いてあります。誰もイエス様から奪い取るものはない。私たちがイエス様から離れなければ、私たちが自分でイエス様から離れない限り、誰もイエス様から奪うものはいないのです。私たちはイエス様にとどまる必要があります。イエス様が言われました。私にとどまりなさい。私の言葉にとどまりなさい。そうすればブドウの実がなる。皆さん、私たちはイエス様から本当の命、良い実をならす命、神の力を受けて生き生きと生きることができます。皆さん、人間というのは神様から力を受けて生き生きと生きるのが本来の人間なんです。本来の人間、それはイエス様によって生かされる。皆さんがこの放送に来てイエス様を信じて、見違えたじゃないですか。皆さんがこの放送に来てイエス様を信じて変わったじゃないですか。生き生きとしてきたじゃないですか。生きる喜びを感じるようになったではないですか。皆さんがイエス様を信じて、もう全く別人になったではないですか。生きる何か躍動感、生きる喜び、生きる希望が与えられてきたじゃないですか。まさしくそれが皆さんの証です。皆さんの証です。皆さんの証はイエス様によって変えられたという証。イエス様によって本当にその人生が楽しくなってきた、人生がこう身軽になってきたというか、希望が出てきたというか、それが皆さんの証です。それは本当の証なんです。それは本当の証です。ケンタロウさん、アメン。ですから皆さん、ます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 、イエス様から求めようではないですか。ますます喜ぼうではないですか。ますます神様の、その祝福を受けて、神様の祝福を受けて、それを私たちは、表現しようではないでしょうか。イエス様を喜ぶのです。イエス様を喜ぶのです。救いを喜ぶのです。神の国を喜ぶのです。私たちの希望を喜ぶのです。思いっきり喜ぶのです。思いっきり喜ぶのです。思いっきり喜ぶのです。
そして今日のタイトルはですね、あなたも人のために自分を犠牲にしたことがあるのではないですか。あなたも人のために自分を犠牲にしたことがあるのではないですか。十字架はですね、十字架はイエス様が、皆さんのために死んでくださった、ご自身が犠牲になったその場所です。皆さん一人一人のために死んでくださったイエス様の犠牲の場所です。十字架がその、犠牲になった場所なんです。神の愛というのは、神の愛というのは、自分が犠牲になって、自分が犠牲になって他の人のために、愛する、他の人のために犠牲になる、それが神の愛なんですね。それが神の愛なんです。その模範が十字架です。それではですね、皆さん、クリスチャンになる前も含めて、皆さんが人のために自分を犠牲にしたことがあるのではないですか。どうぞ皆さんが人のために犠牲になったことを書いてください。どういうことがあったのか、どのような犠牲を払ったのか。はい、皆さん、皆さんが、他の人のために犠牲になったことを書いてください。スタート。この放送で1時間我慢している。この放送で1時間我慢している。自らを顧みず、駅のホームに落ちた女性を助けた。お年寄りに電車の席を譲った。イエス様を忘れて恋愛をしてしまいました。聖書をプレゼントしました。毎日この放送を見ている。家族を犠牲にしている。家族を犠牲にしている。オフ会の感情を一人で払った。この放送で心が清らかになりました。信仰を持つ前はそんなことほぼなかったと思います。電車に乗り込む車椅子を押し上げた。迷子の親を探してあげた。ああ、迷子の親を探してあげた西条さん。
何を言われようが毎日朝礼でこの放送のことを伝えています。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お釣りを多くもらったが返した。姉さん、ありがとうございました。自分が犠牲になって他の人を、助けるとか、他の人のために自分が犠牲になる。皆さん、神の愛というのはですね、神の愛というのは、犠牲を伴うんですね。犠牲を伴います。牧師殿の放送を毎日欠かさず見ることで本当のイエス様を知ることができると思いました。健太郎さん、本当の愛というのは、ね、自分が犠牲になることと言ってもいいでしょう。その多くの人はですね、その犠牲になることを、恐れたり、犠牲にしたくないという思いがあります。その犠牲になるということを、なんて言うんでしょう、躊躇するというか、そういうことがあります。はい、それで、そのちょっと御言葉読みましょうね。御言葉ですね。ピリピの2-3-4、5、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって自分に、互いに人を自分より優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。互いにですね、互いに自分より優れたものと思いなさい。自己中心はダメだという、虚栄とか自己中心はダメだということですね。はい、神の愛というのはですね、神の愛というのは、そういうものだということです。自分が犠牲になって、他の人のために何かをする。例えば自分の子供とか自分の家族とか、そういう時はそういうことをしやすいと思うんです。子供のために自分、親が犠牲になるとか、家族のために自分が犠牲になるということは、それは、普通の人でもするでしょう。しかし、その、自分と直接関係ない人、自分と直接関係ない人がのために自分が犠牲になるということは、普通はしないと思いますが、神の愛は、自分と関係ない人をのために犠牲になるということでもあるんです。三浦綾子という小説家がいます。彼女は、クリスチャンの小説家なんですけど、
本当にあった実話を小説にしました。ショーカリ峠という小説です。映画にもなりました。それは北海道のある鉄道員の話なんですが、ある時その列車がですね、暴走してしまいます。その暴走したその列車を止めるために、その鉄道員である長野さんという人なのかな、長野さんという人がですね、クリスチャンだったんですけども、自分がその列車の前に、投げ打って、ね、車輪とレールの間に自分をこう落ちてですね、落ちてその自分の、自分の体を持って列車にブレーキをかけたという、実話の話があるんですけど、まあそういう自分を犠牲にして列車の暴走を止めたという、そういう話があります。それからもう一つ実話ですが、ニューヨークの近くのですね、ニューヨークの近くの川に飛行機が不時着をしたことがあります。その時たくさんの人が川に落ちたんですけども、その時、ヘリコプターが助けに来ます。その時に、まあ、ある男性は、自分より先に女性の人を助けて、自分は最後にまで残った人がいますが、まあ、その方は川が冷たいので、水が冷たいので、死んでしまいました。他の人を助けるために自分が犠牲になったわけですね。まあ、そういう話はたくさんあると思います。そういう話はたくさんあると思いますが、私たちクリスチャンは、ね、私たちクリスチャンはそのように、その人を救うために、人を救うために自分が犠牲になるというようなあり方、生き方、そういうのを求める必要があるのではないでしょうか。神の愛、神の愛をこの表すために、そういうことが必要なのではないでしょうか。はい。私の父はですね、私の父はクリスチャンじゃなかったんですね。クリスチャンじゃなかったんですけど、足が不自由で、片足が曲がらなかったんですね。で、まあ、父と一緒に歩いてるとですね、何かこう、石かなんかがあるとですね、その石をですね、この道路の端の方にこう、置くんですね。で、まあ、それはいいことだと思うんですが、とてもいいことだと思うんですが、その父はですね、結局、その、まあ、石でですね、転んで、まあ、自分と同じように、この足を痛めてね、足を痛めて、大怪我してほしくないという気持ちもあったのかもしれません。そのように、人がつまずかないような配慮があったんじゃないかと思うんですけど、まあ、私は小さい時は何気なく見てましたけど、まあ、自分が大きくなると、ああそういう理由でやってたのかなみたいな感じで、その、まあ、自分がつまずくかどうか、もちろんそれも大事なことですけど、他の人が、まあ、つまずかないようにするという、そういう配慮は非常に、私にとってはいい背中から学んだみたいな、そういう感じがします。はい、私たちは、イエス様から学びましょう。イエス様から学んで、その私たちは良い行いを しようではないでしょうか。私たちは、人の益を図り、
人を自分より、ここにあるように人を自分よりも優れたものと思って互いに、敬い合って、そして、他の人のことを顧みる。私たちはイエス様のその教えの中に、隣人を自分のように愛しなさいという命令があります。また自分のしてほしいことをしなさいという命令もあります。そしてもてなしなさいとか、本当に神の愛はどのようなものかということが聖書にたくさんたくさん書いてあるんです、ね、求めるものには与えなさいとか、貸してほしい人にね、断ってはいけないとか、もう本当に、聖書の教えはまさに神の愛で、愛しなさい、神の愛で良いことをしなさい、良い行いをしなさいという命令がたくさんあるんです。そしてそういうことができないことが罪なんですね、そういう良い行いができないことが罪なんですけども、しかし皆さん、イエス様を信じると、イエス様を信じるとその良い行いができるようになってくる。今までできなかった良い行いがイエス・キリストを信じることによってできるようになる。それが信仰なんです。それが信仰なんです。ぜひ皆さんがイエス様を信じて良い行いに励んでほしいのです。良い行いに、良い行いを励んでほしい。それが世の光です。それが世の光です。皆さんがそのような世の光になってほしい。世の光になってほしいのです。はい、それではですね、角笛行きましょう。角笛、人のために自分を犠牲にする神の愛、人のために自分を犠牲にする神の愛、角笛、神の愛、角笛。以前は人に優しくできなかった。以前は自己中だった。以前はもう自分のことしか考えなかった。しかし今、私たちはイエス様を信じて、隣人を自分のように愛せるようになった。人を愛せるようになった。人のことを思えるようになった、神の愛で、神の愛で生きれるようになった。皆さん、私たちは神の子になったのです。神の子になったのです。以前は自己中の悪魔の子でした。以前は自己中の悪魔の子でした。しかしイエス・キリストにあって、神の子になったのです。神の子になったのです。神の愛で人を愛せるようになったのです。皆さん、喜びましょう。イエス様のために自分を犠牲にします。アメン。イエス様のために自分を犠牲にします。そして私たちも自分を捨て、イエス様についていきます。自分を捨て、イエス様のために人生を捧げます。自分を捨て、福音のために生きます。イエス様の御心に生きます。皆さん、イエス様も私たちのために死んでくださったんですから、私たちもイエス様のために、命を捧げましょう。イエス様のために命を捧げましょう。イエス様についていったら体が疲れなくなりました。
はい、それではそのまま証タイムに行きましょう。証タイムです。イエス様を信じて、イエス様を信じて、人を愛せるようになった証、人のために犠牲を厭わなくなってきた証、イエス様を信じて、自分を、その犠牲にして人のためにを考えるようになった証、イエス様ありがとうございます。あなたがいるから本当に幸せです。イエス様を信じて本当の生き方ができるようになった証、スタートスタートスタート。この放送でイエス様について本気出して考えてみた、バスで車椅子の人を押してあげた西条さん、人のために命を惜しまない人になりたい、慰安婦の皆さんのためにお祈りしようと思った、イエス様を信じたら人生が180度変わった、アルバイトの面接に合格した、イエス様への信仰に毎日燃えています、ヤフチャの頃から聞いています、今日から自己中やめてイエス様中、イエス中になりたい、毎日が楽しくなりました、キュちゃんを憎んでたけど今では尊敬できるおじいちゃん、人生ボロボロですが神様を信じ続けます、ゲレンデが溶けるほど信仰したい、Qが自己中だと思ってたが自分が自己中だった、今日も笑顔に頑張りたい、町田に引っ越して LTL に通いたいですが家賃高いですか、2万5千円ぐらいかかります、月2万5千円のアパートがあります、イエス様を信じたら野生の動物が近寄ってくるようになりました、僕も人生ボロボロです、イエス様信じていきます、アメン、高信教の、ね、熱烈的な信者だったけど今はイエス様だけが私の支え、キュちゃんの信仰に触れていると穏やかになれた西条さん、
暴言放送、卑猥なことを言う放送を見ないようにしています。イエス様、私のさまざまな罪をお許しください。あなたの放送のおかげでいい人間になった気がします。自分の命を人のために使った方が天に宝を積めると思った。朝の放送が僕の生きがいです。今までギャンブルばっかりやっていたが、イエス様を信じたらギャンブルをやめられました。ありがとう。アメン。いつか日曜礼拝に行ってみたい。イエス様のおかげで心豊かになりました。車、車載配信楽しみです。うつ病が治りました。ヨスさんも暴言を吐かなくなりました。今日も一日キューちゃんとイエス様と頑張れたレイチェルさん、イエス様のおかげでどんどん変えられてきました。信仰を忘れそうになったとき、この放送を見るようにしています。すべての人をあがなってくれたイエス様はすごいと思った。そうですね。すべての人です。すべての人のために死んだイエス様は素晴らしいです。イエス様に救われました。旧牧師の放送を見ることで天国に一歩ずつ近づいている気がします。体重が減った。天皇崇拝は愚かだと気づきました。ニコ生伝道をやってみたいです。隙間が空いた
心がイエス様で満たされていきます。イエス様の愛ある光を感じることができました。自分はクリスチャンじゃないかと思えてきた。アメン。アメン。もう聞いてるだけでクリスチャンになっちゃいますね。聞いてるだけでクリスチャンになっちゃいます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、アメン。意味のわからなかった油注ぎが分かりかけてきた。アメン。アメン。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。私はですね、牧師として、そのただ皆さんに神の愛で、ね、生きなさい生きなさいと教えるだけで、もし自分が実行しなかったら、それは良くないですね。自分がまず実践しなきゃいけないと思います。私も神の愛で、人を愛そうと実践しています。そして今日はね、人のために自分が犠牲になるということ、そういうような話をしてきました。皆さん、神の愛で、人を愛するっていうのは、何か、ね、あたかも自分が、損をするような、自分が犠牲になるというのは嫌だ、ね、自分が犠牲になったら、何かもったいないとか、損するとか、そういう感覚、普通の人は持つかもしれません。でも、違うんです。ね、違うんです。私たちが、その、逆なんですね。神の愛で愛することによって、ね、神の愛で愛することによって、さらに私たちも愛されるんです。皆さん、イエス様がおっしゃいました。あなたが測る通りに測られる。あなたが測る通りに測られるとおっしゃいました。ということはどういうことですか？自分が犠牲に なるということは、犠牲にならないんです。自分が犠牲になるということは、逆に、受けるんですよ、皆さん。受ける。つまり、愛することは、ね、なくなること、損することじゃないんです。愛することは、愛されることなんです。皆さん、これ真理なんです。真理なんです。皆さん、やってみませんか？本当なんです。驚くべき奇跡を皆さんは体験します。皆さん、その愛するということがですね、その損することじゃないんです。ものすごい自分が祝福されることなんです。自分が受けることなんです。本当なんです。皆さんやってみませんか？本当に皆さん、イエス様がおっしゃる通り、測るように測られるんです。測るように測られる。つまり与えれば与えられるんです。菊池さん、やってみます。アメン。与えたら与えられるんです。優しくしたら優しくされるんです。憐れんだら憐れみを受けるのです。よくしてあげたらよくされるんです。もてなしたらもてなされるんです。本当なんです。皆さん、本当なんです。本当なんです。それは体験しないとわからないです。ですから皆さん、やってみましょう。
やってみましょうね。これが真理なんです。真理なんです。それは単なる方法論ではないんです。それは方法論ではなく、神様がそれを見て、神様が、それをしてくれるんです。体験したのですごくわかります。菊池さん、アメン。体験したのですごくわかります。皆さん、ここで幸せになる秘訣を学びましたよね。幸せになる秘訣を学びましたよね。つまり、愛されることが幸せならば、愛すればいいということですね。人によくすれば、よくされるんです。皆さん、この真理、この真理、これはイエス様の教えの真理です。イエス様の教えの真理です。ぜひ、皆さん、この真理を、実行しましょう。私たちの人生はまさにこの真理のうちにあるのです。この真理を実行することが人生の目的なんです。父を愛したら仲直りできました。アメン。父を愛したら仲直りできた。多くの人は逆のことをやってるんです。多くの人は逆、意地悪して意地悪されてるんです。冷たくして冷たくされてるんです。でしょ皆さん、でしょ。世の中はそうでしょ。罵って罵りを受けている。脅して脅されている。ディスってディスられてる。ディスってディスられてる。それが、世の中の人たちのしてることなんです。皆さん、もうそういうことをやめてですね。そういうことをやめて、本当の素晴らしい人生を、悪コメも言えるかもしれませんよ、皆さん。悪コメを打てば悪コメを打たれる。ね。悪コメを打ったら悪コメを打たれます。しかし、良いコメを打ったら、良い米が来ますよ、皆さん。良い米を売ったら、良い米が来ます。皆さん、これで皆さんは人生の秘訣をゲットしました。人生の秘訣。それは、測る通りに測られる。測る通りに測られる。もちろん、イエス様を信じてやるべきですよ。イエス様を信じて。イエス様を信じて。良い行いに励みましょう。善に愛ってはいけないと書いてあります。皆さんが善を行えば、ね、善を行えば善が返ってきます。皆さん、人生は豊かになるのです。それによって人生は豊かになるんです。皆さん、多くの人はいいことがないかなと思って、幸せになることを待っているような、いつかいいことないかなとか、そのように思っていると思いますが、そうではないんです。そうではないんです。私たちは自分から幸せを作ることができるんです。自分から幸せを作る。もちろんそれはイエス様から来るんですけど、私たちは良いことをすれば、善を行えば善が来る。皆さん、信じましょう。信じましょう。幸せは、イエス様の真理を行えば幸せになるのです。種をまけば刈り取るのと同じです。種をまけば刈り取るんです。はい、菊池さん信じます。善をまけば善を刈り取るのです。愛をまけば愛を刈り取るのです。親切をまけば親切を勝ち取るのです。だから僕は今幸せなのですね。その通りです。菊池さんはイエス様の教えを守って、イエス様の教えを守って、幸せなんです。ですから、人のために自分を犠牲にすることは、自分もそのように受けるのです。
人のために良いことをするならば、自分も同じように受けるのです。いや、自分がしたこと以上に受けるのです。私たちが、1をやったら、2、3、4、5、何倍にも返ってくるんです。皆さん信じますか？種をまいたらその種の何倍も収穫するじゃないですか。僕もキューちゃんの幸せを願っています。ありがとうございます。種をまけば何倍も収穫するじゃないですか。と同じように皆さんが愛をまけば何倍も収穫するのです。善をまけば何倍も収穫するのです。愛をまけば何倍も収穫するんです。本当なんです。本当なんです。本当に皆さんはその素晴らしい生き方をすることができるんです。私も信仰のおかげで平安に生きられています。アメン。アメン。皆さん、秘訣分かったですか？秘訣分かりましたか？秘訣分かりましたか？今日の放送を聞いて秘訣が分かった、秘訣が分かった、この秘訣で生きてみよう、もう今日からこの秘訣で生きてみようと決心する人、善を刈り取ろうと、人によくしすることによってよくされようという、そのようなやり方、イエス様の教えてくださったやり方、そういうやり方をやってみようと決心する人、アメンと言ってください。そのように計るところに計られるというイエス様の教えを信じて、素晴らしい人生を獲得したいと思う方、アメン、アメン、アメン、やってみよう。素晴らしい人生が来る。素晴らしい人生が来る。人のために自分を犠牲にすることによって、素晴らしい祝福を受け取るという、素晴らしい生き方を始めてみようと決心する人。アメン、アメン、アメン。善をまこう。善をまこう。愛をまこう。親切をまこう、もてなしをまこう、もう溢れるばかりに人によくしよう、溢れるばかりに人を愛そう、溢れるばかりに人を愛そう、溢れるばかりに喜ぼう、そのような素晴らしい人生を送りたい、素晴らしい人生を送りたい。アメン、アメン、アメン。天の父様、感謝します。以前は自己中で愛を惜しみました。以前は自己中で、人に親切するのを、その惜しみました。それは、逆でした。罪の生き方というのは愛の逆でした。イエス様、私たちは今イエス様の教えを知って、人を愛することは愛されることなんだ、人を祝福することは祝福されるんだということを学びました。たくさんの方がそれを実行しようと決心しました。どうぞイエス様、それを実行できるようにしてください。一時的ではなく継続的にそれを実行し、その、結果を体験することができますように、そのイエス様のその御言葉が事実であること、真理であることを体験し、その実行しようと決心した人たちが素晴らしい祝福を受けれますように、素晴らしい祝福を受けれますように。イエス様、どうぞ、祝福してください。それを行う者を祝福してください。イエス様の教えに従う者を祝福してください。溢れるばかりに、溢れるばかりに、そのようにできます。